今日のこのタイトルとしては、うん、まあ、本当の自分に気づく方法なんで、はい、まあ、エニアグラムでは、はい、あの縁の深いカレン・ホーナイさんが、はい、無意識の部分は3つの層があるよと、はい、で1つ目の層は、まあ、よく出ている自分の悪いところ、分かりやすい部分、分かりやすく出てる部分、出てる部分、うん、っていうのが1層目にあり、うん、で2層目にその悪い部分はこの2層目のやつを隠したところだと、うん、なのでそのもうちょっと深い、うんうんうん、なぜその悪いことをしてしまったかっていうのが、うんうん、無意識の中の2層目にあって、うんうんうん、でも実は3層目に、うん、なんか本当の目的が闇がある闇なのか、うん、光なのか、うん、があるなんて書かれていて、うんうん、そんなんどうやって探すんでしょうねみたいな話をしてたんですけども、うんうん、はい、基本に立ち返りましてですね、うん、昨日家に帰り、うん、もう一度この性格タイプの分析、うん、ドン・リチャード・リソさんの本と、うん、まあ、これ多分バイブル、はい、タイトルがエニアグラムなんですね、はい、あ、タイトルが、はい、エニアグラム、うん、実践編、うん、人生を変える9つのタイプの活用法、うんうん、これもドン・リチャード・リソさんとラス・ハドソンさんの、うんうん、もう一回基本に立ち返り、はい、初めにから、うん、読み始めたんですね、うんうん、そしたところ、うん、こちらの実践編の本当の最初の最初ですね、はい、まあ、前書きとかを飛ばし、うん、第1部、うん、内へと向かうさらなる旅っていう項目があるんですけど、うんうん、そこの第1章で気づきを育てるってあったんです、ね、うん、なんだ教えてくれてるじゃんここに載ってるじゃん、載ってるじゃん気づき方、うんうんうん、いうところで、はい、ちょっとその気づきを育てる、はい、をちょっとお話ししたいと思ってます、はい、私たちはどのようにしたら自らの本性、うん、トゥルーネイチャー、うん、一人一人の中にある神聖な光に触れることができるでしょうかと、うん、どうしたら自分そのものと思い込んでいる防衛やアイデンティティの層を剥がして本質の支えと導きを信頼することを学べるでしょ、でしょうかと、うん、ちょっともうドキドキしてまいりましたと、うん、多分守られてるんですよね、守ってる、守ってる、傷つきたくない AT フィールドがあるんです、 AT フィールドが多分あるんです、うんうん、分かりにくいAT フィールド、はい、AT、分かりにくいあの、うん、多分バリアをしてるんです、はい、はい、ミノフスキー粒子ですよ分かりにくいあ、ミノフスキー粒子も分かりにくい分かりにくい、はい、すいません。しかもそれをワークショップや平和な散腹の収容の場でなく、うんうん、日常生活で実践するには何が本当であるかについて、うん、ただ頭で理解することから瞬間瞬間の真実を生きることへどのように移行できるでしょうかというところから始まるんですね、うん、はい、その瞬間の自分をキャッチする、うん、世界中の聖なる伝統は自らの変容トランスフォーメーションに立ち会うことの重要性を強調する点で一致していますと、うん、これが世界中の聖なる伝統は、うん、なんで仏教も、うん、キリスト教も、うん、多分全部そうだっていう話なんでしょうね。そうこれ宗教の話じゃないんですけど、うんうん、多分本当の自分、うん、まあ、確かにそうですよね宗教って、うん、まあ、早く喋れですね申し訳ございません私たちは注意深く自らを観察し、うん、自分自身や自分がやっていることについて意識、うん、マインドフルネス、うん、意識括弧マインドフルネスを向ける必要がありますと、うん、もしエニアグラムという魂の地図から恩恵を得たいのであれば、うん、気づきアウェアネスですね、うんうんうん、を育てなければなりませんと、気づきを育てなければならないんだ、はい、私たちは性格の指図に従って行動する、うんうん、その瞬間の自分をキャッチすることを習得する必要があります、うん、もう一回言いますね。私たちは性格の指図に従って行動する、その瞬間の自分をキャッチすることを習得する必要があります、うん、瞬間瞬間にいかに自分が機械的かつ不自由に行動しているかを見るのです、うん、今していることに気づき自らの状態をよしあしの判断なく体験しきれば古いパターンが外れていくでしょう、うん、
多分これ今読みながらもう、自分はすぐにこのおちゃらけようとするんですね、多分これは僕の性格なんですよ、指図されてるんですよ。そうで今これ読みながらそれに気づいてるんです、なんかこうやって真面目な話をしながら本質から逃げようとしてる自分が常にいるのに今気づいております、多分これは何か隠そうとしている、多分これは怖いんですよね、そうやってなんか支配されてるってことですよね、人は何かに、正確に、正確に指図されて、これがここに気づかないと、ずっとそのまま生きることになりますよっていう、それにとらわれて、なので、立ち戻ると、世界中の聖なる伝統は、すべて自らの変容に立ち会うことだ、なのでまず一歩としてはその性格の指図に従って行動している瞬間の自分をキャッチする、今まさしく私はキャッチしました、おちゃらけようとする、今のこの状態もそうかもしれません、そうかもしれない、あ怖いですね難しいですよこれ、本当は真面目にやらないとはいけない、とは決まってないですけどねああ、それもそうか、汗びっしょりでございます、で気づきは変容の作業において極めて重要だと、なぜなら私たちの性格の習慣的パターンはそれが起きつつあるときに気づけば完全になくなるからですと、そうですね、本当は僕は自信持ってやりたいんですよ、あここですね多分、僕は本当は自信持ってやりたい、けど自信がないから、こうやっておちゃらけでカバーするんですね、あこれだ、だからその自信がないってところが多分元なんじゃないですか、あそこだあ僕の元です、そうでその自信がないっていうのも多分そ本当にできないわけじゃないみたいなところがあるじゃないですか、でも本当にできない、本当にできるようにするためには、多分超えないといけない壁がいくつかあるんですよ、そこを多分ちゃんと見ろって話じゃないですかっていうことなんですよね、そうしないと変わっていけないよっていう、トランスフォーメーションできないよできないよっていう、結論出ましたよ、だから難しいのは難しいですよそうですよね、で、過去の行動を分析することは役立ちますが、今この瞬間の自分を観察することほど力を持ちませんと、そうですね、そりゃそうだ、今こうなってるっていうのが分からないと、考えてみたらあの時こうなってたよなっていう解釈なのか、僕の解釈は、過去をやるよりも今の行動の方が、過去の分析ですよね、だから過去の分析っていうと、僕の中では原因追求ですよ、なんであそこでああいう失敗をしたのか、っていうことをやるのは役に立たないわけではないけれどって話ですよね、だけど今どうするのか、で今瞬間の意識をキャッチする、だから今自分がどういう状態なのか、っていうことをキャッチする方が重要ですよ、重要ですよって、今まさしくちょっと思ってます、で要は例えば喧嘩してる時とか、すごい罵詈雑言を言った時とか、イライラしてる時にその自分をキャッチすると、驚くべきことが起きると、その気づきの瞬間、ほんの少し前にはまり込んでいた問題ある行動について、本当は、あなたはそうしたくなかったんじゃないっていうことに気づくと、罵詈雑言言いたくないって話とか、いや普段僕は悪口を言いたいですっていう人が多分いないですよね、本当は悪口なんか言いたくない、言いたくない、し人を攻撃したくない、だって自分の性格、心、心理状態がそうなってる、っていうことに気づけって話ですよね、気づくキャッチすると、今私がその、浅はかなとこかもしれないんですけどね、浅いとこかもしれないんだけども、このすぐにおちゃらけが出てくるのは、この自分の自信のなさを隠すためにおちゃらけてる、おちゃらけてる、っていうのに言いながら落ち込んでるんですか傷つけながらやっております、例えば一生懸命主張していたポイントが、その実際にはただ自分自身を正当化しようとしていただけに傷に過ぎなかったり、もっと悪いことに、その誰かに仕返ししてやろうみたいな密かな試みだったからもしれませんねと、で例えばよくうまいこと言ってやろうみたいなので、よく私もなんかうまいこと言ってやろうみたいなのでやるんですけども、それも実際にはなんか悲しみや孤独を感じないように
ちょっと笑いで包んでみたいな、要はそのあなたの本当のところを無視してませんか、そういうのが、そういう時は気づくチャンスですよって書いてありますと、でもしその本当の気持ちとともにいることができたら、気づきが広がり続け、最初は困惑したり恥ずかしさを覚えるかもしれません。今の状態ですね。はいはい、恥ずかしい、要は伊藤平が多分このおちゃらける瞬間っていうのは、自信がない時にそれが現れる。覚えるかもしれないが、その心を閉ざしたりさまざまな方法を使って気をそらしたいっていう衝動を感じるかもしれないけども、不快な気持ちとともにいられれば、それは違うことが起きてくるのも感じるでしょうと。もっとリアルで繊細で自分自身や身の回りに絶妙に気づき、可能性をはらんでいるものっていう、その本当の自分、名前を超え性格を持たない本性に気づくことができるでしょう。